アーセナルのキックオフで後半開始です。ガラス、ここにサニアがいます。テオ・ウォルコット、アーセナルのフリーキックになります。アネルカ、ディフェンスに当たった。チェルシーのゴールキックです。浮いたボール、これはどうなりますか。ホイッスル、アーセナルボールです。ファンペルシー、アシュリーコール、アルシャビン、ボールにはファブレガス。ゴールが見えてきた。アーセナルとしてはこのコーナーのチャンスをものにしたい。アネルカ、カルー、ここはキーパーが処理。はい、問題ないですね。強い、体をうまく使います。ボールを取った。ファブレガスです。ウォルコット、エッシェンが攻守に効いています。これはパスミスになった。セスク・ファブレガス、つながります。いい形ができつつある。同点にはなりません。ここにサニアがいます。ウォルコット、ファンペルシー、ロンドンみたいな都市にこれだけのスタジアムがあるわけですからね。すごいことですよ。はい、全くもって同感ですね。ランパード、ゴールが見えてきた。シュートは外れて天を仰ぎます。今日は1回決めて気持ちが乗ってますからね。どんどん打っていった方がいいと思いますよ。ニコラ・アネルカ、フランク・ランパード、ギャラスに当たった。ラインを割ってアーセナルボールでのゴールキック。テリー、うまい、ドログバ、跳ね返った。ゴールは無人だ。イエス、ゴール決まった。今のは何だったんでしょうか。単純にミスですね。ボールが滑ったのでしょうが、キーパーとしてあれはいけないですね。ウォルコット、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。絡んできたのはランパード。今日は乗ってますね、岡田さん。はい、いい動きを見せていますね。俺が決めてやる、そういう姿勢がいいですよね。大事な局面です。アシュリー・コールが絡んでいきます。ゴールキックで再開になります。ここを起点にできるか。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。ボールにはファブレガス、カルー、これはちょっと無茶なところに出してしまいました。ファブレガス、
ボールにはウォルコット、攻守の切り替えが大事です。ナスリがここにいました。クリシー、アルシャビン、仕掛けてきました。これはファンペルシー、これはフリーキックとなります。あっと、やや離れた位置でパスを欲しそうにしていますね。気がついてますかね。無理やり体を入れて倒したが、どうだ。ウォルコット、ここにサニアがいます。再び戻す、ディアビ、このボールは重要です。エッシェン、ここにサニアがいます。ウォルコット、ここでいつもジョン・テリーが切ってくれるんで、先ほどから非常に助かってますよね。圧倒的な存在感、エッシェン、欠かせない存在です。アシュリー・コール、キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ここはキーパーに任せます。しっかりと声が出てますよね。ランパード、ナスリ、ナスリからでしたが、このパスはカットされます。ここにドログバ、危ないところでなんとかクリアしました。ロビン・ファンペルシー、フリーキックで試合が再開となります。エッシェン、アネルカ、チャンスと思いきやオフサイド、これは惜しい。動きの質は悪くありませんね。あとはタイミング次第ですね。ナスリ、ランパード、ここで大きく前に出します。アルシャビン、このパスはダメでした、通りません。ここにいるのはアネルカ、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。攻撃に厚みを出してきます。バラック、ボールはキャッチされます。ファブレガスです。ファンペルシー、さあゴールの方向を向きたい。打ってきた、決まった、素晴らしいシュートだ。このゴールで同点まではあと1点となりました。ここからの流れをさらに促すベンチワークにも注目したいですね。どちらのチームも4対3で試合終了、なんとも大味なゲームとなりました。解説の岡田さん、これほど激戦になるとは思ってもいませんでした。はい、私たちの想像以上にお互いが相手チームを意識していましたよ。あんなにガツガツいくとは思ってもいなかったです。だからこそのライバル関係なんでしょうね。今日の試合はいかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間となってしまいました。今日の実況は西岡、解説は岡田武さんでお送りいたしました。では皆様、またお会いしましょう。さようなら。Entflammt, nachdurstig treib ich voran, zünd diese Stadt an.